どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日も再びの穴掘り雑談動画です。今日は2018年10月2日、京都府では6号機第1弾、パチスロの6号機第1弾、ヘイ鏡が導入された日であります。そして、私のパチスロ人生の節目、あるいは最終回を迎える悲しみの日でもあります。別の動画でも話して、どっちを先に公開してるかはわからんのですけど、いつも行ってるホールからゴスロが消えたっていうことですね。前日までの案内で20スロ増大っていう案内は来てたんですけど、5スロがなくなるとは書いてなかったわけで、前々から思ってましたけど、不親切な店ですわ。なんでしょうね、不親切というよりも、案内を打つ人の国語力の問題というか、あるいはパチスロの広告規制の中で言っていいことと悪いことっていうのがあるのかもしれません。もしかしたら、だから何々コーナーがなくなりますっていうのは、じゃあ今のうちに打っとかねばみたいな気持ちをかきたてるんで、ダメなのかもしれませんけど、少なくとも 2.5 スロがなくなった時は、なくなりますっていうのが前日に、いや、前日じゃないか、少なくとも当日には書いてあったので、不親切ですね。20円スロット増大とは書いてあるけど、5スロがなくなるなんていうのは一言も書いてなかったわけで、今まで俺が頑張って貯めた5スロのチョ玉、2万9000枚はどうしてくれるんだっていう感じなんですけど、ただ今日ちょっと本当にゴスロがなくなったのかどうかっていうのを確認しに行ってきたんですけど、気にかけた店員さんが、多分ゴスロでチョ玉の人っていうのを覚えてる人だと思うんですけど、気にかけた店員さんが、チョ玉は交換できますし、使えますからっていうような説明をしてくれたんで、使えばいいんでしょうね。で、そのカウンターで5スロのチョ玉を20スロに変えるっていう作業もしてみたんですけど、その時に今日は平日で、普段は再プレイ無制限じゃない日なんですけど、そのやりとりの中で再プレイ無制限の時はみたいな言葉も出てきたんで、うわ、やべえな、ちょっと、体力がなくなったんで拠点に帰りますわ。だから、レートとしてのゴスロはなくなったけど、チョ玉というシステムは残って、ゴスロのチョ玉も20スロで使えて、再プレイ無制限の日も多分あるだろうということなんで、なんていうか、別に負けてはいないという感じですね。なので、今後はレートを変えて20スロでハイエナしていくのが、一番なんだろうなぁと思いつつ、20スロで期待値が発生するような台、つまり天井とかを得られる台っていうのが、稼働が少ないですからね。だから、チョ玉で行くんだったら、基本的に店に行くのは土日っていうことになりつつ、で、その中で、天井間近で落ちてる台とかっていうのを探さないといかんちゅうことになりますから、だから、凱旋とか天井はまだ残ってますし、絆のスルー回数狙いとか一番出会う確率は、高いんでしょうけど、あんまりね、その絆のスルー回数狙いもそんなに好きじゃないんですよね。それは経験が少ないからなんですけど、
ゴスルーから一応50万以上の期待値があるみたいな話はまあよく聞くんですけど、本当かいなっていう感じですね。バジリスクチャンスもまあ天井500ゲームですからね、仮に7スルーぐらいから打ち始めても、全然いかないことだってあるわけで、凱旋ハーデスは、一番まあ手っ取り早いですけど、まあ、波も荒いですからね、難しいですね。最近ゴスロでよくハイエナしてたんは、モンハンの月下雷鳴とかをハイエナしてたんですけど、まあ、20スローで月下打つ人は多分その辺は知った上でやるでしょうし、オキドキのスルー回数狙いもちょっとね、波が荒いんでそんなに好きじゃないですし、まあ、そもそもほとんどやったことがないんで、経験も少ないんですけど、ゴスロで、だから窓2をね、多く負けたことからハイエナを徹底したんですけど、今思ったらゴスロがあるうちにもう一回ぐらい窓2を全突破してもよかったかなっていう気持ちになりました。20スローでね、20スローでまあ窓2は残ってるんですけど、残ってるとかまあむしろ増えたんですけど、今までこう、これとなく据え置きを、が確定してる台を見たことがありまして、まあつまり朝一600ゲーム以上ハマってるってやつですね。ハマってるといえばこう、20スロー増大当日に番長3が全10台とかになってたんですけど、まあ朝一128ベル超えて150ベルとかなってる台とか見かけたんで、まあ悲惨ですわな。その増大された番長3は一体どこから持ってきたんだっていうことと、まあ多分、その3台あって、ゴスロにも1台あって、まあなんか店の中に4台あって、6台はまあ倉庫から持ってきたにしても、倉庫から持ってきたやつがリセットかかってるかどうかも怪しいもんですよね。僕は見かけた人が運悪く前日まで店の中にあった据え置き台を打っちゃったのか、10台中6台は確実にリセットがかかってたのかどうかもわからんですね。まあだからその、もう打つ以前に設定が期待できないっていう分かってる店で、好きな台であっても20スローで全突破するっていうのはね、ちょっと、お金がもったいないと言いますかね。そんな感じがしますね。なので、まあ、再プレイ無制限日があるのであれば、その時にもう遊ばないで、メダルだけビャッと出しちゃって、交換して、まあ、その、20スローと5スローの超メダルを合わせて、20スロー換算で大体、7500枚ぐらいなので、ちょっとまあ虚しい行為ではありますけど、ただメダルを出して景品に交換して帰るっていうのはまあ一気に7500枚やるのはね、さすがに店側に申し訳ないですから、何日かに分けてそういう風にやっちゃうのもまあありかなと思ったり、まああるいはその多分近いうちに6号機のマドカマギカが出ると思うんで、それが出た時に再プレイ無制限日にチョ玉で全突破して、まあちょっと動画にでもするとか、そんなんですかね。いやー参った。参ったって別にまあ別に負けたわけでもなくて、レートが変わっただけなんですけど、なんだかなー。多分、ジャグラーと絆っていうのは高設定を、少なくとも、ジャグラーっていうのはまあ、定期的に
毎日じゃない可能性が高そうなんですけど、定期的に設定変更をした上で、そして、まあ、高設定が入ってるんだと思うんですけど、まあ、バラエティとかの台はリセットもされてないし、設定も変わってないしっていうのが、まあ、ほぼ毎日な感じでしょうね。結構ね、5スロ32台がなくなって、20スロがまあだから32台増えたんですけど、まあ結構エウレカ2とか、戦国乙女とか、そういうまあリクエストコーナーがあったんで、リクエストがあった台を増やしたんかもしれないですけど、ちなみに戦国乙女2をリクエストしたのは僕なんですけどね。ハイエナが死なすいっていう理由で。僕なんですけど、まあだからバラエティとは違う三大機種のコーナーが増えたんですけど、まあ多分稼働は絶対つかんでしょうな。だって変な話、20スロ増大する前から絆とジャグラー以外はスカスカでしたからね。で、まあなんでじゃあそもそも客がそんなに満台になることなんてほとんどない20スローをまあ増やしたんだといえば、そこそこ稼働があった5スローをやめたんだといえば、まあ多分いわゆる台数規制の関係でしょうね。高射更新台っていうのに指定されてる、まあつまりはまあ代表的なのは凱旋ハーデス絆ですけど、で、事実、20スロ増大してましたけど、凱旋とハーデスは減ってましたからね。で、番長3とか、いわゆる5.5号機で、まだ高射高性と認定を受けてない台は増えてましたから、間違いなく、だから、絆と多分ジャグラーですね。ジャグラーを台数を確保したいために5スローを潰して、そしてまあ20スローでまあ稼働がないかもしれんけど、高射更新のあれに引っかかってない台を増やしたっていう感じでしょうね。虚しいもんですよ。絆がちょっと人気ないすぎて、そういうようなことが全国津々浦々で起きてるんでしょうな、多分。あいつか。そしてまあ、結局のところそんなに多くはなかったけど、そこそこ5スロ狙いで来てた人たちっていうのも、いうコーナーをなくしてでも、やっぱり絆っていうのは残したいっていうのが、絆とかオキドキとか凱旋とかハーデスとかそのあたりを残したいっていうのがまあパチ屋の本音なんだなぁと。まあでもね、僕は長い目で見てやっぱり5スロコーナーをなくしちゃったのはね、悪く働くと思うんですよね。やばい。だって僕がずっとまあ5スロを打ってて、その年に数回だけ20スローをチャレンジするときがあるんですけど、まあ、5スローからスロットの楽しさを覚えて20スローに旅立ってった人も少なからずいますからね。まあだからグループのテンポがありますから、低レート打ちたいんだったら別のとこ行ってっていうのはまあ本音なんでしょうけど、みんながみんなね、車で移動してるかって言ったらそうでもないでしょうし、歩いてきてる人もいるでしょうし、だから同じ店内で、お安いレートで、スロットを触ることができなくなったっていうのは、まあ、長い目で見たらマイナスなんじゃないかなと思うんですけどね。まあまあ、そんな悲しいことがあったわけなんですよ。さてさて、言ってる間にもう十何分も話しちゃったんで、そろそろこの動画は終わります。っていうか敵がめっちゃいる。安全に降りられる気がしない。
どうしようかな。これを機に今まで買おうと思ってためらっていたマドカマギガ A を買おうかなと、実機を買おうかなと思ってたりもします。やっぱり僕はマドカマギカ2が大好きで、スロットをやってて、で、ゴスローをちょだましたのも、まあ、ぶっちゃけもう好きなマドカマギカをぶん回すっていうのが、まあ、一番の目的だったんですけど、まあ、ゴスローがまあ、なくなることはないだろうと思っていた関係で、まあ、せっかくだったら、再プレイ無制限の日があるなら、そこで、ね、期待値を積み重ねて、っていうことをやってて、ちょだまを増やしてるうちに、まあ、コーナーごとなくなったという、あれですね。兵鏡が導入されたんで、次の土日あたりに、ちょだまでやってきてもいいんかなとも思ったんですけど、導入からの動きですね。まあ、初日に設定が入ってるとも思わないですけど、次の土曜日はセクシー女優の人が来店するみたいなんで、その時まあ設定が入ってるかどうかとか見つつやっていくのが良いのかもしれません。まあそんな感じの悲しみの動画でした。僕があの店でゴスローを打つこともないし、正直あんまり好ましく思ってなかったゴスローコーナーの常連の人とかも、見なくなっちゃうと少し悲しいような気もしたりします。以上です。もしかしたら、20スロでハイエナを続けるかもしれませんし、まあなんだかんだで景品に交換しちゃうかもしれません。それではさようなら。またお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。